ってわけで、チルちゃん固めですけど、チルちゃんなりにね、なんかもう普通にマイペースに過ごしてくれているので心配なさそうですね、チルちゃん。うん、あ、あ、あ、チルちゃん、そうか、そこのなんか怒られてない？スツちゃんが怒ってるよ。チルちゃん、自分でここちょこんって止まったのね。チルちゃん。スツが怒ってる。きれいにしてから包丁タイムね。もうなんかね、ぽっちょんしてから遊ぶから、おパンツ着せないで裸んぼで遊んでもらってます。ちょうど銀ちゃんたちが包丁してるから、どうせねぽっちょん片付けなければいけないので。でね、チルちゃんのねうんちはもうちっちゃいコロコロうんちなので、お掃除しやすいんだよね。ポッピーとテオくんはなんかすごいお水を飲むので、ちょっとゆるゆるうんちくんたちなので、おパンツ履かないともう大変なんだけど、我が家でねコロコロうんちはね、トッピーとパルちゃんとアホーくんね、まあ、コロコロうんちなので、まあ、ただホー君はでっかいからね、うんちも大きいのでおパンツ履いてもらってるけど、あとパルちゃんはやっぱ女の子なので、卵を産みそうな時とかため糞をするんでね、そう考えると安心してノーパンでお外を包丁できるのはチルちゃんぐらいだね。チルちゃんとトッピーくんか。トッピーだと2階の吹き抜けとかに飛んでいかれてしまうと、まあ、そこでうんちされちゃうとね、脚立、しかもかなり長い脚立とかがないとお掃除できないので、なのでトッピーくんもパンツ着てもらうけど、チルちゃん今のところ危ないのでこっちのお部屋でしか包丁してないからね。
遊ぶ分にはね、ノーパンでもいいもんね。というわけで、チル。こう上にね物があると上から襲われるっていうことはないから落ち着くみたいで、まあ、このお姉テオくんの下とかこっち側のねトッピーたちのケージの下とかにいることが多いかな。でたまにさっきみたいにすずちゃんのところに行ってなんかすずとトッピーに怒られてんのにちびちゃんね、もうちょっと遊んでるね。